ハンマイワオ先生は2016年にバイナリオプションで世界1位になり、1億円資金を投資しする世界1位のスペシャリスト社です。2017年でも2位の成績で世界のバイナリオプションスペシャリスト社です。現在は FX でもトレーダー仕事をし、他にも稼がせて投資中です。ハンマイワオ先生はハンマカの本家貴族の生まれで、世界1番目のパソコンの発明者でもあります。君が代の日本の歌の名前で、岩尾は父、爺さんも同じ文字を名前に持っています。本物貴族なので日本の歴史より古い世界の本物貴族で、ハンマイワオ先生だけ人間の上の生物です。FX で1万兆円稼ぐ方法を知っていて、バイナリオプションで1億円稼いだ経歴のスペシャリストです。君が代の歌で有名な岩尾。の名前の本物貴族のハンマイワオ先生と父と爺さんの名前でハンマカの本家です。選ばれたり自分でなった天皇やイギリス女王や大統領と違うことは自分だけで地球誕生前に地球や太陽を育て自分が生きる環境を作りました。地球の人間はまだ人間という生物でなく、人間になるには宇宙生物に不老長寿で生きられる許可と、SF 映画のスターゲートの医療用装置の石棺、生き返る装置、を作っていないと人間という生物になりません。ハンマイワオ先生は地球や太陽を育てる前に発明していましたが、宇宙戦争で命と石棺装置を破壊されて殺されて、今の地球から命の再出発となりました。ですから地球は映画の猿の惑星以上に危険な生物が地球を荒らしている。今の人間と言われる生物が大きく危険です。ハンマイワオ先生が育つ過程でエレクトロニクスを特別に発展させて、歴史を作り石棺の装置を作らなければ自分は死ぬことから開発を急がせています。人間という生物は今のコンピュータや宇宙ロケット技術を自分たちで開発していますが、まだ1ミリだけの高さの技術で宇宙生物ではもう1キロメートルもの高い技術があります。Cruisers will destroy you.